男子の4体力フィリアのフリーステーティングがもう始まっちゃうんですが、えー、久美さん、こんにちは。北京五輪のスケジュールをご覧になりましたが、個人の男子シングル戦が団体戦の通りの日で、団体戦に出る選手にとってはハードなので、えー、心配です、えー。もっと選手のことを配慮してスケジュールを組んでほしいと思いました。えー、ピョンチャンの時はやっぱり団体戦を先にした個人戦での影響があったそうですね。ということで、 あのちょっとマシになるのかなと思っていたんですが、えー、結構過酷,過酷なスケジュールに北京五輪もなってしまうようです。で、あのー、アメリカの時間に合わせていろんな練習とかも組むのかなっていうところそこはね、工夫されたっぽいんですけど、えー、スケジュールがまた鬼スケジュールになってるということでこれもっと工夫できる部分ですよねだから、えー、ちょっともったいないというか選手 気持ちをもっと考えてほしいなとは思うんですけども。うん。ゆうの家さん、こんばんは。かぶさん、いよいよ来週にオリンピックが開幕しますね。まずは団体戦ですね。日本だと時差がないから見やすくていいですね。これ、僕、ヒヤッとしました。僕、めっちゃ時差あるんですよ。か、う、ぶ、ん、さんは逆に時差があって大変ですね。頑張ってください。はい。思わず吹いちゃいましたけど。うん、あのー 日本中国の時間で、えー、午前中のスケジュール、僕は、えー、やばいですよ。干からびちゃいそうです。はい。えー、バッシュさん、えー、こんばんは。よろしくお願いします。えー、横井選手、今季はフリー、いい感じですそ。そうなんですよ。フリーね、常に良かったですよ。うん。しかも今回は、得点も4大陸出ましたからね。あのー、これまでね、なかなか完璧にやっても点が出なかったんで、うん。だけど、 まあ、あの今回4体力、4大陸いい演技してしかも点数出ましたからね、えー、それだけにショートプログラムが惜しかったですね、ショートはね、本当に良くなかったですね、いつも、うん、マラゲーニャ、なかなかね、うん、いい完璧な演技を今回は見なかったんで、うんえー、ショートもフリーも揃えたら200点も見えてくると思います、そうですね、まあ、PCS がちょっと低い部分もあるんですけど、まあ、そこはよしとして、うん、来季も楽しみです。 えー、鬼門のショーとかね、来シーズンは課題になるかなと思うんですが、この四大陸はね、かなり自信だったと思うんで、やっぱやる気っていうところがちょっとモチベーション大丈夫かなと思ったんですけど、まあ、この四大陸の結果って非常に嬉しいところがあるので、来シーズンにかなりつながっ,ながったのかなと僕は思いますね。d n a o ホラークさん、こんばんは。えー、よろしくお願いします。ちゃんはフリーースケーティング3位 技術点が1位で、演技構成点が4位。えー、総合で5位なんです。そう,そうなんですよね。だから、素晴らしいですよ、本当に。うんえー、技術点1位ですよ、1位。うんえー、演技構成点が上がれば、常時、タイノリも夢ではない。た、まあ、多分ね、これはショートでミスして、後半グループじゃなかったっていうところもちょっと影響あったかもしれないですね。うん、だから、ポテンシャルはまあすごいあ,のあるんですよ。今期はね、ちょっと、 えー、怪我とかもあって、なかなかよくなかったんですけど、まあ、この四体力はフリースケーティング、涙の、えー、演技で自信がついたかと思うんで、来季ね、つなげてほしいです。だから本当に日本参戦しても良かったですよ、今回は。オーリーさん、こんばんは。よろしくお願いします。えー、マチコ先生によると、ピノちゃんは自然と踊れるタイプではないらしいです。なるほど。えー、なるほどですね。で腕の角度 指先の形など一つ一つ細かく振り付けをしているそうです。え本人はバレエも習って頑張っているとのことですね。えー、妖精系イちゃんと芸術系サットーンを合わせたようなスケーターになってくれるといいな。まあ、確かにそんな感じがありますね。なんか妖精な感じもあって、うん、でも芸術的なところもある感じがあるので、えー、また面白いスケーターかなと思います。ジャンプ,も質もいジャンプの質も良いので、 トリプルアクセル以上のジャンプにも期待ですで。このトリプルアクセルね、本当はできるんですけど、えー、今季、まあ、アイスショーでやってたんですよ。うん。あ、ジャパンオープンでもやってたか。うん。まあでもちょっとその影響で怪我とかもあって、なかなかね、トリプルアクセル封印がありましたけど、来シーズンもトリプルアクセルやるのかなうん。弥生さん、こんばんは。いよいよ男子のフリーですね。男子も始まっちゃったかな 見てかないといけませんね。えー、セナ君かっこいいですね。もう大変です。もう僕ちょっとあのやばいです。うんセナ選手イケメン過ぎです、えー。ジュニアはイケメンや美女美少女が多いような気がします。えー、セナ君の名前はアイルトンセナからあへこれ初めて知りました。アイルトンセナからつけたみたいです。アイルトンセナっていうのは一体なんだろう。 ああいうトンセななんかすごいなんか頭に響きますが。えー、タップダンサーのさんこんばんは、えー。横井選手は確かにはっきりした色が似合いますね。えー、黒なんかもいいです。そして、えー、あの、カチューシャは、えー、横井選手だけでなく、ラジオノワさんや、えー、本郷さんも、えー、つけていたものと同じと思います。ちャこっとかな。えー、ということで、このカチューシャね、あの、すごい似合うんですよ。うん。あの、彼女もよくやって、あ えばラジオナワさんってすごい珍しいです。僕もラジオナワさん書いたかな。うん。あ、コメントしてなかったんですけど。まあでも、ラジオナワさんあれですね。カチューシャ、うん、やってたな。ちょっと思い出しました。いつの間にかラジオナワさんどっか行っちゃったなっていう感じなんですけどね。うん。まあ僕も、えっと、なんだ、カチューシャっていうのは、えー、彼女のチャーミングポイントかなと思うので、うん。えー、来シーズンもカチューシャするのかどうか。そこにもね、こういうおしゃれな部分とかもね、 気にしながらスケート見るのは楽しいですよねうん。そこも見どころの一つになるかなと思うんですけどもはいローズブッドさんこんにちは初めて松池さんを見た時全然名前も知らなかったんだけど、えー、さらっとノーミスして何この子すごいと思った、えー、今季ずっと不調だったけどここへ来て本当に良かったですね えー、このまま頑張ってほしいです。あの、先シーズンね、非常にびっくりして、ものすごいね、えーまあ、ハレー彗星のごとく出てきたかなっていうとこあったんですけど、まあ、今季だからすごい期待はされたんですけど、まあ、ちょっと怪我の影響とかもあって、今季は最初アイスショーとかね、まあ、ジャパンオープンは良かったんですよ。うん、でも途中、怪我があってからね、えー、風向きが変わっちゃったっていうところがあったんですが、でも四大陸は非常に良かったんで、えー、来シーズンね、うん、すごく。 注目になると思いますよ。BFFFNSGZ さん、こんにちは。松幸さんにかかえ限らず、ダブルアクセルを単独で2本入れる選手は割と多いですね。え高難度化が進む現代フィギュアでは、高い出来栄え点が望めなくなるので、これからは微妙な構成になってくると思います。やはり1つはトリプルアクセルにしてほしいところではありますね。うん。まあ、あのシルボッカーもやってますよね、これ。 でえー、松井さんは、まあ、今期は怪我でトリプルアクセルを見送りましたが、来季以降はどうするのかなっていうところですよね。うん。気になります。はい。カムイさん、こんばんは。イ・ヘインは、個人的に君のようにも素晴らしいと思っていたところで、えー、五輪代表から思えたのは残念でしたね。そうなんですよね。すごいこうオーラがあります。彼女ね なんか韓国の女王っていうね、ちょっとそんな感じがするんですよ。うんうん、まあ言うようもするんですけど、イ・ヘインはなんか個性があの面白い、うん。キム・イエムも安定感あるんですけど、あのイ・ヘインはちょっとなんかいいですね、うんえー。彼女が高難度ジャンプを飛べるようになれば、間違いなく韓国で一番の選手だと評価されるでしょうね。彼女、まだ16歳ですよね。ちょっと気になってるんですよ、僕も。素晴らしかったです、今回。 195点さん、こんばんは。イ、えー、いヘインについて、彼女も素晴らしかったですね。可憐で美しい。五輪落ちの悔しさ、挽回ですね。まあ多分これ、悔しさっていうところからね、挽回したのかなと思います。でも、韓国選手権も結構熾烈な感じだったんで、うん。イヘイン、これからも楽しみです。心ころ17さん、こんばんは。 三浦選手について、海外の元選手が、あの筋肉だから回転の速い高いジャンプが飛べるから硬い。あ、なるほど、硬いね、うんえー。あの筋肉なんで、今後の芸術性と表現力が硬いになると言っていました。さんはどう思いますか羽生選手の筋肉と股関節の柔らかさならよくわかるんですが、あのね、僕も実はめっちゃ硬いんですよ <laughs>。だから、人のことは言えないんですけど、でも、あのー、もしかすると硬いかもしれませんね、確かにね。うん えー、なので、そこの柔軟性、まあ、逆に硬さを利用して、ですねいろんなスピンの工夫とかをしてくるといいかなと思うんですけど、ただスピン中とかで硬さは結構あって、そこが GOE が、ね、伸びにくい部分もあるので、まあ、そこを三浦君が持っている、まあ、その個人的なその、えー、三浦選手のものをです、ね、どのように生かしていくのかというところが、ね、ポイントになってくるかなと思いますね。うんまあ、体が硬硬い場合は、まあ、逆にそのさを利用して なんかで,できないかっていうね、ことを考えていったりするっていうところもいいのかなと思うんです確かにね、今のところ硬い感じはありますよね。うん。オーリーさん、よろしくです。こんにちは、えー。なるほど。日本男子はイケメンが多いですね。羽生くんの王子様的な感じはちょっと抜きに出てるとして、でも、あえて王子様系に入れるとすると、甲子郎んかな可愛い系で、翔馬君、優馬君、和樹君かな このねこの3人はもう、可、う、愛、ん、い,いですね。うんまあ、特に翔馬くんは別格ですよ。かずきくん、まあ、和樹君もね、はい、えー、可愛い系は他にもたくさんいるな。男の色気系で、えー、ケイジくんとセナくん、セナくんちょっとね、そうそうそう、ケイジさんも見せますよね。うん見せます、えー。すごいおしゃれですこの。この2人ね、絶対おしゃれだよ。うん あのなんか街中とかで、ね、歩いててもすごいなんかおしゃれだなって思います、絶対に。若干ジャンルは異なりますが、大輔さんもここ、多分ねね、大ちゃんも高橋さんもそこに入りますね。うん、この3人、なんか似てるんですよ。圭司ん瀬名君、君の大ちゃん。うん、なんかね、雰囲気が似てて面白いですね。うん、2人あ3人に共通しているのは、結構下になきれを起こすっていうところも似てますね。特に大ちゃんの えー、高橋さんのスタミナ切れはすごいですよね。うん。まあ、瀬名くんも結構スタミナ切れを起こすらしいんですけどもね。田中さんも結構起こしますよね。うん。えー、ワイルド系に、かおくんを、あそうですね。あのおっしゃる通りですよ。なんかちょっとやヤンキー系っていう感じが、ワイルド系。うん。あで、駿くんもそうだと思いますね。おっしゃる通りです。面白いですね、これね。うん。この2人はね、いいですよ。 シュン君とカオカオ、本当ね、スケーティング似てるし、えー、今回もビバルディの指揮をお二人ともショートに持って行ってますからね。うん、なんかフリーもシュン君はオペラ座の怪人で、カオ君は、えー、ポエタかな、うん。なんかちょっと似てる雰囲気なんですよね。衣装も赤くしたりして。すごい似てるんですよ、雰囲気が。うん、この二人、ちょっと、えー、どうなっちゃうんだろう。年代を重ねるときっとワイルド感がまっすぐに違いない。えー、あと、爽やか系ろいろいろいるな。 ソータくんとかルーカスくんとかって言っているとキリがない。ソータくんいいっすね。ソータくん最高、うん。ソータさんね。うんえー、女子は妖精系とイケメンとして、イケメンとして、イケメンとして、うん、えー、可愛い系とお,姫お嬢様系かな。ちょっと滑りのイメージがあのー入れ込んじゃっているが、あら。 セクシー系女子はみは、確かに、確かにセクシー女,系女子は日本にはいないですよね。あ、でも、本田リンちゃんとことでしょうか。本田リンさん。うん。ねでも、セクシーっていうは、あの、そういう、なんか、日本はちょっとフィギュアスケートをやってたとしても、なんかそういうのタブーな感じありますよね。 なんか海外だとなんかセクシーな感じでこう色気をこうなんかバッチーンとこう見せたりとかってあるんですけどなんか日本だとちょっとこうタブーな感じがあるのかなって思っちゃいますよね。うんミキちゃんみたいな感じ。えっとあ、かなちゃんがそうかというところで。でもアイスタンスは色気ありますよ。えいやいや、これあのー、すごくいいと思いますよ。変な話してすみませんっておっしゃってますけどもね。ねこれはね、やっぱ面白いですね。うんはい。 そんな感じで。まあ、最近、松池さんなんかもね、ええっと、松池さん、えっと、住吉さん、住吉さん、住吉りおんさんなんかもね、すごくいいかなと思っていますね。うん。まあ、妖精といえば、もう、あの、三原さんとかね、えー、松池さんでしょうね。うん。イケメン女子系は誰でしょうかね。あ、あの、住吉さんだと思います。イケメン女子系は。うん。え可愛い系は本田さんかな本田マリンさん。 うん、でも、綺麗っていうのもあるかお,お,お姫様系、お姫様系は、そうですね、なかなか難しいな。うん。えー、こういうのを考えるのもすごく面白いと思いますよ。はい。一旦、気を引き締めていきましょう。えー、3835、元さん、こんにちは。同感です。 安心して見ていられる演技、曲の繊細な部分まで感じ取って、指先までそれを表現しているから心に響きますえ。技術的な面はもちろんのこと、透明感あふれる上品な華やかで、舞ちゃんの演技をオリンピックで見たいです。いやー、もうね、うん、心に響きますよね、いかさん。うん。えー、フェアリーマジック。えー、ジジムさん、こんばんは。 弥生さんのアイコン、新作が可愛らしいです。えー、私も、えー、網ぐるみ、えー、アイコンに飽きてきた、あ、これですよね。でもこれ、雪だるまで可愛いいじゃないですか、これ、うん。これはもしかしてご自身で作られたのかな、えー、一面雪景色で、雪景色です。雪は一段落したので、雪かけはしばらくお休みです。筋肉痛が。 すごい雪がね、ちょっとすごいみたいなんで、うん、ぜひ気をつけていただきたいです。屋根の上にね雪が乗ってると大変ですよね。うん、僕、日本海側に住んだことないんですけど、えー、僕、実は雪かき憧れですね、うんえー。まあ多分オリンピックが始まるとね、またアイコンの変更ラッシュっては来るかもしれないので、そこもね、ちょっと株君テレビの、株君伎視聴者日誌の、えー、一つの見どころかなと思うので、はい。うん またオリンピックが始まったらね。うんはい。そんな感じですが,、えーいかが、いかがだったでしょうか。うん